皆さんはこのような表をご覧になったことはありますか？これは大雨の時などに発令される避難情報の警戒レベルを5段階に色分けして表示したもの。災害発生の恐れがある時にどのタイミングで避難を開始するべきか、その目安を数字と色で分かりやすく表示しています。警戒レベル1と2では大雨・洪水注意報など気象庁が発表する情報をこまめにチェック、今後の雨の降り方や雨雲の進路などを確認しておきましょう。次に警戒レベル3、高齢者等避難。高齢者や障害のある方など避難に時間のかかる方は危険な場所から安全な場所に避難を開始してください。続いて警戒レベル4、避難指示。危険な場所から全員避難を開始してください。最後の警戒レベル5、緊急安全確保はすでに災害が発生している段階です。警戒レベル5の発令を待たず、レベル3もしくは4の段階で速やかに避難を開始するようにしてください。なお、警戒レベル3、高齢者等避難以上の避難情報が発令された場合は、三鷹市では防災無線やホームページ、ツイッターなどで確認できます。気象庁から警報などが発表されたら、まずは市区町村のホームページやツイッターを確認。自分のいるエリアに警戒レベル3以上が発令されたら、すぐに避難ができるよう準備を開始しましょう。また避難情報は市区町村全域に発令される場合もあれば、災害ごとに危険な箇所にピンポイントで発令される場合もあります。自分のいる場所が対象地域になっているか確認してから行動に移してください。最後に、避難所に行くことだけが避難ではありません。避難で最も大切なのは安全を確保すること。今いる場所が安全であれば、その場に留まることも選択肢の一つです。その時の状況によって、自宅などの上の階へ避難する、立ち退き避難するの3つの選択肢から最適な避難方法を判断しましょう。